はい、では、ケド観の続きを話したいと思います。釈迦牟尼仏福徳像を建設して群青会を誘引し、阿弥陀如来元誓願を起こしてあまねく紹介を消したも、すでにして悲願います。非食毒の癌と名付く。また臨終厳然の癌と名付く。また厳然同症の癌と名付く。また来光陰情の癌と名付く。次ね、また字が変わってます。死神発願の癌と名付くべきなりとおっしゃってます。ここまでが親鸞聖人のね、まあ、あの解釈ね、ご自身の言葉です。で、この元になったお経を2つ引用されます。これが大無量寿経の十九願文、そして髭経、これはお釈迦様の五百願、お釈迦様の本願。阿弥陀仏はね、浄土に往生して仏になるというのが阿弥陀仏だけどもね、お釈迦様はね、この江戸で仏になるという願を立てられた。五百ありますけどね、内容は同じなんです。で、この髭経の文章書いてませんけども、これ読んだらね、ほとんど同じ十九願と。で、親鸞様は感銘を受けられてね、髭経の御心も大経と同じね、ここで言ったら、ね、大経は釈迦、こっちが釈迦やね、こっちは阿弥陀仏ということで、ね、同じことを説かれるわけですね。釈迦も阿弥陀仏もね、二尊一致と言いまして、ね、このシャバ世界から西へ向かって行きようとおっしゃるのが阿弥陀釈尊であり、浄土からは阿弥陀様は来いよ来いよとおっしゃる、全く同じ御心であることをね、この文章でも表しているし、その根拠もね、2つね、本願文を挙げられています。そして、この願成就の門、一応十九願文も成就門があります。この願成就の文は何かといったら、すなわち大経では参拝の門、上中下とありますね。十八願成就した後、ね、十九願成就門が書いてます。大経の下巻ではね、こうなってるんですね。まず十一願成就門があります。十七願成就門があります。で、十八願成就門で、十九願成就門と、こういうね、順番になってるんですよね。十一願成就門では、まず正成就の菩薩が現れる。邪成就不成就の人は浄土にいない。浄土にいるのは正成就の菩薩。で、その方が説法を開始される。十七願成就門でね、十方諸仏がね、僕は説法をするという内容ですけどね、正成就の人が説法をする。その説法を正修行文語明語で、それを、聞いて初めて、ここで我々が救われるところが始まります、ね、下巻はね、修行往生の因果、この上巻まではね、如来浄土の因果なんですね。大経の上巻は如来が、ね、浄土に行く往生する因と果について説いてある。いわゆる法の実施みたいなもんですね。法の内容が書いてあって、我々が現れるのは、ね、下巻の最初からです。前世の説法を聞くとによって、正修行文語明語で救われる。で、その後にね、十九願成就門がある。これがなかなかどう読むかですけど ね、これ私二つ読み方あると思うんですけど、ね、十八願の後、さらにね、救われた人がさらにね、初時からずっと登っていく。そしてこの十九願成就門、私ならばね、救われた信後の成就門で味わってね、救われた人が十八願から十九願へと進んで、二十願へと進んで、で、二十一願で仏になると。願文通り読んだらそうなります、ね、ちょっといろいろ先入観ちょっと取っ払ってね、この願文をね、あのお経の通り読んでったら、あのそう読めます。だから十九願、この本願には2つあるからね、神経2つありますからね。願界につきて神あり気ありですからね、だから十八願も十九、二十願も神経両方あると。ちょうど阿弥陀経や勧行にね、両方心があるように、本願もね、読み方によってはね、両方読みます。読んだ方がスキーッと私はする感じはしますけどね。で、信頼するには
そこまでおっしゃってませんけどもね、まあ、そう読んでも私は多分叱られない感じがするんだけどもね、まあ、後でこれも説明しますね、時間があったら。この十九願成就門はね、上中下拝と言われた大教の参拝の人たち、ここにみんなね、禅の住めがありますから、上中下、ここにでもね、一向青年無量寿司が出てきて、いずれもね、禅を実践して浄土成就すると、こう書いてます。で、官業で言ったらね、上三下品なんです。官業ならばね、上禅実践したならば悟り開けるし、三禅実践したら悟り開けるし、下品の、これ下品というのは三禅の別名ね、三禅を九通りに分けてね、どんな人も救われますと。禅をやれば、難しければ念仏によってどんな人も往生できると。一応これできたならば十九願成就門で悟りが開けるんです。だから総持林行往もね、あるかもわからないと。できる人はね、できなければできないでも救われますけど、一応仏教の教えは、まあ、相手が妙意ですからね、あのちゃんと教文を挙げなければなりません。しっかり根拠を挙げたらこういう言い方になるんです。妙意なんかほど真剣に善やってますからね。ただそういう禅の勧めがなければならんし、お経の通り説かねばならないからね、この十九二十願をね、しっかり説いて、ね、妙やなとのみならず、すべての人がね、この十九二十願を通って十八願に入るんだということをですね、明らかにしようとされた内容がここの内容であります。今から見ていきますね。まず釈迦牟尼仏、釈迦牟尼仏ね、お釈迦様、牟尼は二人とない方ね、無にお釈迦様のことを釈迦牟尼仏と言います。お釈迦様はね、福徳像を建設された。ここでね、像が出てきますね。最初申し上げました六三法門というのがあってね、6つね、三の教えが6つあるんです。それ一つがね、三蔵なんです。三蔵、ね、福徳像、功徳像、福地像と親鸞聖人教行信証におっしゃっています。やっぱり三が大事なんですよね。十方修行はね、十九、二十、十八ぐらいとね、絵入、転入していきますからね。まずは十九願で福徳像で徹底して因果の道理を明らかにしたんですね、釈尊は。福徳像が十九願の御心。二十願を親鸞聖人は次ね、この真言釈で功徳像とおっしゃった。そして十八願、行間には親鸞聖人は福地像とおっしゃった。ちゃんとね、像が3つありますよね。像、ね、これ三像と言います、ね、福徳像、功徳像、福地像で、これ三像の教えね、あともう一つ言うならばね、陽門、神門、愚眼門です、ね、もう世界で一応三個まで言ってきますね。あともう一つね、三門と言ってね、3つの教えが親鸞聖人の教えがありますが、十九願を陽門と言いますね。陽門、二十願を神門と言います。十八願を愚眼門と言います。略して愚眼ね。これ元は禅道大師がおっしゃったのを親鸞聖人が三願に配当されたんです。禅道は多分二門、二つです。十九、十八、これが七高僧。親鸞聖人だけが十九、二十、十八と詳しく分けられたんです。三門、三つの教え、十方修行ね、全て十八願に転入するためのもうね、この計り知れない御心が阿弥陀仏にあると。この阿弥陀様の御心をね、まずは陽門で必ず通らねばならない門、華門とも言いますね。これ十九願であります。ここを通って神門、まあ、前段はこれ救われた世界とおっしゃってますけど、親鸞聖人はこれ二十願でなぜか神門を味わってます。で、愚眼門、略してもう略したら愚眼になりますけどね、愚眼門と言っていきましょう、ね、これは十八眼の世界で愚眼門、もしくは愚眼です。これを三門と言いますね。三門ね。で、三蔵、あと先言ったで、ね、あと四つありました ね三眼ね、三鬼、三王城、あと三行、これで六三法門と言います。六つね、三が六つありますから六三法門というね、これが教行信証の内容であります。こう古来言われますね、まあ、はっきりね、親鸞聖人はご自身の教養体系をね、まとめたかったんでしょうかね。これが仏教だという感じで、まあ、親鸞聖人独特とも言えるけども、
しっかり読んでいったら決して反論はできないようになっている感じがします。明恵に対してね、しっかりこれ読んでもらいたいということで書かれたんじゃないでしょうか。しかもこれはね、普遍的な内容として明恵だけじゃない、小道仏教の皆さんもしっかり読んでいただきたいと。仏教とはこうであるということをですね、法然上人は一切経を全部読んで体験されておっしゃったことをね、親鸞上人も同じ体験をされて、これが仏教であるということで、全ての人が救われる道のりまでね、明らかにしようとされたんではないでしょうか。見ていきます。お釈迦様が説いた教えは、一切経を読んだら、やはりね、99.9% は福徳道ですよね。ね、福徳だとね、善です。ね、福徳。正善根、福徳という言葉がありまして、我々はこの善の、仏教は善のすべですから、因果の道理を徹底して説いて、ね、悪をやめて善に励む、福徳像。これをね、明らかに説いたのがお釈迦様ですね。これ仏教を勉強したら誰もがわかります、ね。ほとんどのお経が福徳像、ね。善について、善をやりなさい、悪をやめなさい、福徳というものをですね、明らかに説いた。それは、あなたの苦しみを抜くためであります。群情界を誘引する。群情とはこれは、群がる生と書いてね、生きとし生けるもの。群がる世界の人たち。衆生界と同じね。生きとし生けるものみんな群情界といって、そういう人たちを、信頼者にこしらえると策をつけてますね。これ、言うはこれ誘うだけどもね、こしらえる。心をこしらえて。で悪やっとる我々がね、善ができるように。結局、あなたが苦しむのはね、あなたの煩悩です。あなたが自分で破壊してるんです。これに気づかせねばならない。あなたが善励まない限りはね、幸せになれないんです。まあ、だから、他力傾向で救ってくださるかもわかりませんけどもね。やはり、群情界を、ね、誘い、心をこしらえ作ってね、引っ張っていかねばなりません。ね、悟りへと。幸せな世界へと誘引していったのがお釈迦様の45年間の教えであります。で、このように説法された大元は阿弥陀様なんですよね。釈尊、不思議なのはね、初期経典でもね、なぜかね、如来のことをね、三人称でおっしゃってるんです。不思議ですけどね。ね、如来は如来はと、俺はとは一回もないんです、お釈迦様。稀にちょっとあるけどね。ほとんどはね、如来は三人称でおっしゃってるところばかりなんです。ここからね、森正治さんというね、初期仏教の大学者がね、やはり、この弥陀の本願がね、意識されてんじゃないかな、ということを、論文で書いておりますわ。ね、初期仏教からでもね、ね、その奥に弥陀の本願があるということをね、まあ、明らかにしたいんで、こういう根拠もからもね、そういうことをおっしゃっている方が森正治さんというね、前お会いしたんですけど、最近論文も書いて、わざわざ正月にね、本まで無料でくださったんですけどね、論文も書いておられるんですけどね。確かに、お経には、如来は第三人称でしか書いてない。ただ、この如来は阿弥陀如来かもわかりません。まあ、大教ではっきりと阿弥陀さんがおっしゃってますけどね。でも、教えは全く同じですから。で、信頼でも意識されて、釈迦の教えと阿弥陀如来の本願は全くね、御心は一つでございますから。阿弥陀如来は元誓願を起こして、元本願ね、本誓願。元誓願を起こして、この前の誓願はね、19願の内容でもありますね。普通18願ですけどね、ここは19願で、19願もこれ誓願でありますから。誓願を起こして、あまねくね、紹介を消したも。本願を起こされた。ね。死神発願の願を起こされた。ね。あまねく、ね。漏れることなく、すべての人を漏れることなくね、普遍。あまねくね、紹介。おなじみね、群情界も衆生界。紹介も衆生界。とおなじみです。違うのはね、こっちは人。生きとし生けるもの。群がる人ですよね。こっちは世界なんです。ウーと言ったらね、世界のことを言います。仏教でウと言ったらね、多分サンウと言いますけどね、サンウ。三回のことを仏教でサンウと言いますね。これは世界のことを言います。
これは25あるからね、25無償なんですけど、まあ3つという場合と25の場合があります。だからもろもろの世界、苦しみ悩んでいるもろもろの世界の人たちをね、もう全部導きたいんです。まあ一つね、あのこの方は誠の真理かどうかをね測る目安としてね、私はこの表現がいいと思ってるんです。ある方が言ったんですけどね、その人がね本当にね仏法をね伝えたと思ってるかどうか、ね、十方四方に、ね、伝えたい思いがあるかどうか、あの御霊に救われた人はねあるんです。自分はお粗末だけどね、得た真理がね、親鸞聖人は大菩提心、大慈悲心と教行信証にあるんです、まあ、これがね夜かと合わないんですわ。夜かはねそこまで気持ちないんです、初期仏教夜かではね。でも親鸞聖人は阿弥陀仏に救われた体験は夜かとは断言されてない、夜かのごとしだけどもね、それが違うのかもしれない。だからここはちょっと合わないんですよね。でも親鸞聖人は、ね、大慈悲心、信心は大慈悲心、大菩提心ですからね、やはりねこれを伝えたいという気持ちは絶対あると思います。ただ自分の能力がないためにね、本当お粗末だけどね、俺一人で喜んどったらいいと、そんなことはならないと思いますね。やっぱり伝えできつとお伝えしたいなという気持ちはね絶対あると思います、まことの真ならばね。まあそれは私はあの一つの目安としても私はいいんじゃないかなと思ってますね。これ真鸞聖人おっしゃってますからね、大慈悲心、大菩提心、ね、阿弥陀仏も十方四方とおっしゃってますよね。三観、阿弥陀仏のね宝蔵の眼神が私も宝蔵の眼神になるはずなんですね。あの宇比ヶ橋の教学では ねこの菩提心をね宝蔵の眼神と味わうんです、ね、救われたらね、宝蔵は阿弥陀荒屋敷になるとおっしゃって、この荒屋敷をね宝蔵菩提になぞらえて、この荒屋敷はねこれ蔵に似てるから宝蔵だと、ね、で救われるまでは宝宝蔵、これ細川岩さんの言い方ですけどね、救われるまでは宝としての宝蔵が働いている。で救われたらね一人の宝蔵が誕生する、これを忍宝蔵と言います。助かればでは法としての法像が今あなたにね降り注がれていると。救われるまでは、救われたら今度はね法が届いて人として誕生する、一人の法像が誕生しました、これ忍法像と言いますね、私が法像菩薩になったみたいな感じだから、四十八願は私も四十八願を起こすと、こういう感じだから、ちょっともうなんか選ばってる感じがしますけど、そういう思いになるんじゃないかなと思うんです。あのチベット仏教ではそうなんですよ。チベット仏教ではね阿弥陀仏を ね一人一人で味わうそうですわ。日本だけかもしれない、阿弥陀様がおられて救ってくださると、まあ、これもいいけどね、まあ、実際やっぱりね、私が救われてあなたが頑張りなさいと救われたならばね、一人一人が、ね、あなたが諸仏として頑張りなさいという意思が多分正しいと思います。ただ阿弥陀経の言い方ありますよね、仏説諸仏、阿弥陀三夜三仏去る仏陀人道経という言葉がありましてね、大阿弥陀経という言葉の正式用語で仏説諸仏阿弥陀なんです。阿弥陀に諸仏がついてね、諸仏イコール阿弥陀仏で親鸞様がおっしゃってるんです。これ龍寺もどんなもあるんですよ、天神も、ね、天神はちょっとわからない、諸仏イコール阿弥陀仏なんです、こういう言い方をされてますね、親鸞聖人ね。だから阿弥陀イコール諸仏なんです。だから救われた人が阿弥陀仏の本願をね私も体現していくと、だから私もね、とても追いつきませんけどお釈迦様みたいに頑張ろうと、ね、阿弥陀仏はねお釈迦様みたいな人をたくさん生み出してね仏法を伝えていく、これが十方四方を救う方法かもしれない。だから救われた人はねこのとても追いつきもう応募つきませんけどもね、自分の精一杯をさせていただくというふうになるんじゃないかなと思うんです。で、この阿弥陀如来は本願を起こされてあまねく十生涯全ての人をね教化したもうと導いてくださると、ただそういう気持ちにね救われた人は、まあ親鸞聖人にはなられました。多分蓮如さんもね
みなみな信心欠如ありかしですから、これが誠の信心だと思います。で、見事に一致してから二層一致、二人の尊い方は一致したことをね、おっしゃってます、ね、全く同じ内容ですよね。こっちは阿弥陀様だから消したもうとね、導いてくださると。釈尊はね、こしらえ引っ張って西へ向かって行けと押し出してくださり、阿弥陀仏は向こうからね、導いてくださってますよと。で、その御心を釈尊が受けて、あるいはこれ親鸞も受けて、頑張っていこうという気持ちになったんじゃないかなと思います。そして、すでにして火があります。もうすでにね、阿弥陀仏には本願が、成就というか本願があります。これ火がは、これ大慈悲の願いですよね。大慈悲だから、すべての人を幸せになってもらいたい、ね、大慈悲の願いがいますありますということです。それが有名な十九願の教えですね。十九願、主所苦毒の願と名付ける。これ名付くはね、これ全部ね、親鸞上人までの偉いお坊さんたちが、高僧方が言った言い方が、この来光院上まではね、名付くなんですね。で、親鸞上人だけがつけた名前が四神発願の願だから、名付くべきなりなんです。また違いますね。深く復唱だけ繰り返して言いますけども、これは親鸞上人だけかもわからない。この場合のまたはね、このまたとべきはちょっと違います。で、まず一番有名なのが十九願は、諸苦毒の願、もろもろの苦毒とは善です。諸善を収めなさい。一生懸命悪いことをやめて良いことをしなさい。これが陽門でありね、家門であります。必ずここをみんな通る。通らずして十八願は絶対ないと思います、ね、これは間違いないと思いますね。釈尊の仏教学学んだら絶対そうなります。でも中にはね、学んないことありますから、神宗学だけならばね、片手落ちになることが私あると思いますね。まず仏教全体とはどういうしかをね、しっかり理解すべきだと私は思います。まあ、信頼も当然この内容がね、相手はもう仏教のプロですから、当然仏教の教えから弥陀の本願を明らかにしようとしますからね、当然こういう書かれ方になります。まずね、十九願は諸苦毒の願とね、昔の偉いお坊さんは言われました、ね、で、一生懸命ね、善に励むことはとても大事なことね。そしてまた臨終厳然の願と名付ける。またこの弥陀の本願ね、漢文で書いてますけど、大教授のたまーく、ね、たとえ我仏の縁に十方の四条、ね、東西南北上下、四条は周多の生寺、ね、多くのね、たくさんの、ね、生を私たちは生まれては死にを繰り返してきた。この十方四条がまさにね、群上界であり生界であります、ね、これを言い換えたい方、十方四条に対して発菩提心、ね、菩提心を起こす。これは仏になりたいという頃ですからね。セブンで言いますと、上愚菩提、下家修行、これが菩提心の定義ね。一応言いますね、難しいけど知っておかれたらいいね。この菩提心の定義は一般的にはね、上愚菩提、下家修行、意味はね、神は菩提を求め、ね、上愚、神は菩提、いわゆる悟りね、仏の悟り、神は仏の悟りを求める、仏になりたい。だから当然四神発願なんですよ。四神発願なんですね。仏になりたい、誠の頃になりたい、ね、願いを起こす。下は修行、ね、下は下家修行、一切修行を救いたい、これが菩薩なんですよね。下家修行、神は菩提を求め、下は修行を祈祷する。この心のある人を菩提心と言います、ね、神上はこの悟りを求めて、上は菩提、ね、菩提心のある方はね、菩提、これ知恵です。仏の悟り、知恵、仏の悟りをね、求めている、これが自利です。これのある人が菩提心を起こした人。そして下はね、自分だけじゃなくて菩薩だからね、祈祷する、
これ鬼神の刑ね、刑道。死後は導いていく。生きとし生きるもの、どんな人もね、阿弥陀仏と同じように救われてもらいたい。皆々、信心欠如ありかし。慈悲の瞑想と同じね、生きとし生けるものが幸せでありますようにという心を起こしている人が菩薩でありますから、初期仏教では、もう幼稚園の子供からね、慈悲の瞑想させるんです。もうずっとね、教育するそうですね。生きとし生けるものが幸せでありますようにと。まさに菩薩と同じですよね。そして、悟りを目指す。ね、上は菩提を求め、下は修行を期する。こういう人を菩薩と言いますね。菩提サッタ。菩薩を、菩提を求める人なんですよね。これが菩提心を起こし。十方修行よ。菩提心を起こしてもらいたい。これを起こした人はね、地獄には落ちませんので、ね、菩提心の人はね、アジャセも言ってます。アジャセありますね。信頼所にね。菩提心を起こしたアジャスはね、過去からね、一回も地獄に落ちたことがないと、教養心書進化に書いてあるんです。過去ずっと古い昔だったけどね、このアジャセはね、古い昔からね、これを起こしとったらしいね。だから未だかつて一回もね、アジャセは地獄に落ちたことがないそうです。それほどね、菩提心は素晴らしい功徳がある。だからこれを起こしている人は地獄をしないから、当然けどですよね、悟ってなくてもけどです。ただ五章の心配もありませんよ。菩提心を起こしてるんだから。起こしなかったら分かりませんけどね。だから十家の人はみんな菩提心を起こしてるんです。そしてね、四書九読もろもろの善を収めてるんです。どんな頃でか、誠の心で、ね、仏になりたいね、誠の心で我が国に生まれんと思うて極楽浄土に生まれたいという願いを誠の心を起こして願ってるんです。これが十九願の人。例えば蛇浄寺であってもね、なかなか近づいてますけど、やっぱり煩悩がありますからね、浄土に往生して白毒水の温泉に入りたいとか、ね、楽がしたい、ゆっくり休みたい、ね、上から人をね、侮りたいという思いが残ってるからけどなんでしょうね。まあでも、ずっとマシです。善を全くやらないよりはね、例えばウロ善であってもね、ウロ善が人間天上ですからね、馬鹿にしちゃいけません。ウロ善をね、お礼期待する頃があってもね、ウロ善これやらなかったら本当に三幕で行きますからね。ウロ善でも善は善です。人間天上に生まれる種まきだからね、ウロ善だからといって馬鹿にしてはいけません、ね。でも理想はね、これが本当にできたら十九願で仏になります。十戒成就まではね、できた人はそうなんです。できる人もいるかも分かりませんからね。誠の心で、ね、我が国に生まれんと思う心願いを起こして、そういう人は、ね、菩提心を起こして善を実践して誠の心で浄土に生まれたいと願うならば、阿弥陀様は臨終十字命終わる時に臨みて臨終に阿弥陀様が迎えに来てくださるとおっしゃる。多分ね、臨終言葉でここから生まれたとも言われますね。これあまりにもね、日本では有名な話なんで、これはね、十戒の教えは、ね、平安時代からね、もう浄土仏教盛んになって、本当に日本の権力者がね、みんなもう浄土仏教を聞いたんで、明治まではずっともうみんな天皇みんな仏法聞いたんですよ。明治からちょっとね、あの政策変わったんです。それまでずっともう歴代の天皇はみんな仏法を聞いてました。だからこの臨終言葉もね、多分本願文から生まれたという人があります。命終わる時に望みて臨終にね、化量、これはね仮の例だからね、例えなんです。だから 100% じゃないんですわ。これはちょっと弱いところね。化量これ例えだからね、浮上定まらないんですね。ひょっとしたらないかもわからない。これがちょっと弱いけど、でもね、阿弥陀様はね、臨終にたとえね、大衆と共にね、大衆、これはあなたの種まきによって変わるんですね。これ九品農場といってね、あの上品上中下、中品上中下とあって、あなたの種まきの程度によってね、一番良い善やってたらね、25菩薩、たくさんの菩薩を引き連れて阿弥陀様は、引き連れて迎えに来てくださいます。
もういっぱいいます。25菩薩。とらだんだんね、中下、上中下、中盆上中とだったらね、だんだん下がっててね、最後ね、阿弥陀様だけなるんです。でも、阿弥陀様は来てくださいますから大丈夫ですけどね。この菩薩の数がどんどんね、あなたの種まきの程度によって減っていくんです。ただ、くぼっといたらね、あなたの前言苦毒の程度の差なんです。みんな往生できますけどもね、あなたの根性の種まきの違いによって、浄土にもね、落差があると。ただ、けどですよね。先ほど言ったように、師父とかには、あなたの種まきによって、浄土のね、違いもあると言ったのは、この世もそうでしょ。この世のね、皆さんの受ける運命も、過去世も結構ありますから。生まれながらね、天才児もいます。生まれながらね、頭のいい人、いますよね。やはり、過去世からのものもいっぱいありますから。だから、違いはあるんです、ね。同じ人間でもね、差があるのはね、間違いなく過去からの種まきの違い。ただ、臨終でもね、違いがあるのは種まきの違いだからね。ただ、一生懸命、菩提を起こして、良い種まきに努めなさい。できれば、誠の心で努めてくださいと。そうしたらね、この我、阿弥陀仏は、たくさんの菩薩と共に、ね、犬を、これ、巡り巡ると、親鸞様おっしゃる。これ、囲む巡るね。あなたを囲んで、ね、臨終大丈夫ですよと。まあ、これは、臨終不安をね、なくすための教えなんです。これ、実は私は、非常に大事だと思います。この教えは。ね、ほとんど悟ってないからね、現実問題。だから、やっぱりね、臨終までね、やっぱり良いことをしてもらいたいんです。で、ズバリ言いますとね、次の五章決まるのは最後の頃で決まります。これ、諸部仏教を学んだら書いてるんですわ。有識の教えでもね、あるんですけどね。やはりね、この心は消滅を繰り返す。最後の心の業がね、死んだ瞬間、次の章、次、転生するんだけどね、その時の頃で行くそうです。ただ、最後の頃でね、ギャーとね、苦しんで死んだら、思いっきり危ないんです。でもね、勧教下下本ではね、もう苦しんで死ぬ時でもね、南無阿弥陀仏によって、前世か臨終にね、現れて、説法されて、救われた人は大丈夫ですよ。こうならんかったら偉いことになりますから。だから、平生からね、できれば平生合力になるか、ね、あるいは在庫減らしていく。減らせられますから。そして、ね、臨終迎えてもね、穏やかな心で在庫を減らして、そして、いつお迎えが来てもいいようにね、一生懸命良いことを励んでおってくださいと。そうしたら阿弥陀仏はね、100% じゃないけども、例えだからね、浮上、ね、頑張りますからということで、ね、たとえ大衆とともに巡り巡る、囲み巡って、その人の前、あなたの前に臨終にね、現れることがなければ、少額を取らない。仏になりませんと、ね。こういう言い方でね、臨終まで良いことをする。これ初期仏教ならば阿弥陀様出てこないから、代わりにね、お坊さんがね、病院に行ってね、あるいは家に行って、ね、自主の瞑想を進めるそうです。まあ小さい頃はみんなやってますから、割と話聞けるみたいですけどね。やはり、穏やかなこれで死ねるように。たとえ臨終迎えてもね、文句言わずにね、今までね、お医者さんにね、看護師さんにありがとうございましたと。家の方にもね、ありがとうございましたと。感謝の気持ちで死んでいけたらいいですよね。でも大体そうならないよ、普通は。文句ばっかり言ってね、笛ばっかり言うからもう家族からも嫌われることがある。仏教者はね、いつも死を意識して、ね、執着を捨てる。ね、この肉体も執着、これも捨てる。初期経典には書いてますね。お釈迦様のお父さん、上品のはね、最後ね、阿羅漢まで行ったそうですね。びっくりしました。大乗経典では、カブと三昧経にね、書いてあるんだけどね、初期経典ではね、阿羅漢まで行ったそうです、お父さん。で、最後ね、執着してたんです。釈尊の自我の説法によってね、この肉体に対する執着ね、結局執着を捨てるかどうかなんです。ね、それを最後ね、捨てることができたんで、穏やかに死んでいけたみたいですけどね。やはり執着ですよね。肉体も借り物です。ね、執着をいかに捨てるか。まあ、そういう説法がお釈迦様の説法だったみたいですけど。
まあ、それをね、なくしていくのが仏教ですから、これがお釈迦様の説法であります。まあ、臨終にね、迎えに来ますよと。だから死ぬまで良いことを一生懸命してくださいと。で、穏やかなところで死れるように、いつもね、死を意識して、ね、今晩死にが来ても大丈夫か、やっぱり確認することも大事ですよね。まあ、大教の十九関門ではね、全ての人に対していいことを善を進めて、ね、臨終に迎えに来るとこう誓われた。で、この御心が全くね、髭経にもね、同じ内容が全くね、説かれております。これ釈迦の五役がにね、誓われております。ちょっと見てみましょうか、せっかくだからね。内容はね、大体同じなんですけどね、持ってますか、いいですかね、読んでいきますね。あ、いいですか、あ、いいかな、わかる、いいですか。で、読み上げますね。髭経の大聖本、この時も違うそうですけどね、ちょっとシナジー間違ってます、チャプター間違ってますからね。あの、大聖本とありますけど、大きな施し、実際は別なチャプターだそうですわ。まあ、ここはあの間違いというのは親鸞宗にもございます。願わくは我、願わくは私はね、私はあのくたら三脈三菩提、仏になろうと思ってます。仏に なったならばどうするかといったらね、これお釈迦様ですけどね、お釈迦様の本願でありますが、無量無変、限りない、変のない、阿僧祇、ものすごい長い期間の膨大な、ね、数の諸仏世界、たくさんの諸仏世界の諸仏の修行、ね、もう大宇宙の、ね、苦しみ悩んでいる修行が、ね、修行の、ね、諸仏世界の修行が、もしね、仏になりたい、もしあのくたら三脈三菩提心、菩提心を起こして、これと同じね、内容が違うだけね、菩提心を起こして、そしてもろもろの善言を収めて、食毒ね、もろもろの善言を収めて、我が国に生まれようと思わんもの、我が国に生まれようと思わんものは、臨終の時に、臨終の時に、我まさに大衆と異名して、私この釈迦はまさにね、大衆ね、いろんな菩薩を引き連れて、菩薩を引き連れて大衆と巡り巡り囲み巡って、あなたを囲み巡って、その人の前に現れます。現れたらね、その方はどうするか言ったらね、その人は我を見て、私を見てね、生下ね、すなわちね、私を見た時に、すなわち我が前にして心に歓喜を得、よく来てくださいましたと。私を見てね、その臨終の方は喜びが得られると、歓喜が得られます。そして我を見るをもってに言うに、私を見るからこそ、私を見ることによって臨終にね、仏様を見ることができたならば、もろもろの生下、これ生下とは、これはね、あの触りですね、触り触りと策にあります、触り触るとありますね、生下とは触りのことですね、触りがなくなります。触りがなくなって、触りを離れて、すなわち命を、身を捨てて、命をもう執着してますからね、身を捨てて、我が界に来生せしめん、私のね、世界に、来生、迎えに来て、ね、生まれ来ることを、生まれ来ますと、来て生まれさせてやるやろうと、こうね、おっしゃってます。ほぼ同じ内容ですよね。あの、ここ抜けてました。ちょっと元戻ります、すいません。いろんな癌名があって、一つ目が食毒の癌、二つ目が臨終厳然の癌ね、命終わる時に臨んであなたの目の前に現れると、臨終厳然の癌という言い方も OK です。またね、厳然同症の癌という言い方をした人もいる。この十九癌はあなたの目の前に現れて、あなたを浄土往生まで導きますと、必ず浄土に生まれさせて導きますと、こういうね、この言葉はないですけどね、この内容から取った言い方で、厳然同症の癌ね、厳然ね、道はない、導く、症は欲症の症ですね、生まれさせてやろうという癌と言ったお坊さんがいる。また来光陰情の癌、
同じ言い方ね、またね、これ昔から来光と言われます。来光ね、来たり迎えに来る。臨終になったらね、だから死ぬまでいいことに努力したならば、臨終に迎えに来て、そして引っ張ってくださる。これ接待の説なんです。実は接待と言ったらね、元は仏語ね、迎えてやるとかね、ちゃんと施しをすることで接待と言います。これも臨終もね、接待みたいな意味なんですね。引っ張って接待してやると、ちゃんと与えてやるぞと。臨終迎えに来て引っ張って引導、引っ張って浄土に引っ張ってあなたを接待ね、接し、導いてくださると。だから安心しなさいと、臨終安心しなさいと、一生懸命良いことをしなさいよと、こうねおっしゃる。で最後、この言い方は私しかいないからね、またがこの漢字が出てね、今までは復讐の服だけどね、これは親鸞が初めて言うから、このまたの字を使って死神発願の願と名付くべきない。この言い方は誰もいなかった。親鸞の特徴はね、死神発願、死神回向、死神信行、これは親鸞上人独自の言い方ね。だから名付くべきなり、名付けましょうね、名付けることができる。これべきはいろんな意味があるけどもね、名付けることができるし、名付けましょうと、こういうふうにおっしゃって、死神発願の願と名付けるべきであると。これがぴったりきた。だから、ね、起こせるか分かりませんけど、一生懸命ね、誠の子になろうとしなければなりませんよね。善でもね、心からやろうとしないといけません。なぜ、逆進できないかといったらね、心からやろうとしないからです。まあ、肌からね、わしらはもう善なんかできるもんじゃないと。今ありますよね。ほとんど言うとね、もう肌からね、しようとしません。もう善はできないんだと。ちょっと善をやろうと言ったらね、それは造業だとか言ってね、なんかね、おかしな風潮がある。税をやろうとしたらね、それは自力だと言ってね、じゃあ税やらん方がいいような風潮にこれなりがちなんです。これが怖いとこね、非常に危ないと思います。だからしっかりここをね、読まないといけません。祈祷感をね、死神発願の頃起こそうとしていくのが求道ですからね。だから名付くべきなりと、誠の心をね、願って発願していく、死神に発願していくのがね、求道の私は道程だと思いますよね。できるできない置いといてね、できない恨みを幸せで食べてる言い方してもいいですけどね、ね、実はそれが本当かもしれませんが、やろうとしなかったらね、絶対進めないと思います。だから古来のね、お釈迦様はじめ七高僧方もね、みんな真剣に仏教を求めてますからね、法然様、親鸞様、みんな真剣に、まさにね、死神に法を求めてます。死なるならばね、90日間ね、3ヶ月間ね、昼も夜もね、もうずーっとね、ほぼ毎日ね、3ヶ月間、ほぼ通ったそうですよね。すごいですよ。もう3ヶ月間、毎日ですよ。雨の日もね、晴れの日も、弔問して、そして救われたんですよね。そういうやっぱり、文法姿勢というものは、私たちは学ばればならんと思いますね。言い換えたら、死神発願の気持ちで、死神エコー、そして死神信行ですから。これ意外と抜けてる感じね。わしらは救われるからね、もう花からこんなんできないんやと。ね、やろうとせんしないのにね、ただもうね、聞いて、わしらはどうせ善ができないから十八願で救われると。これでいいんだろうかという思いを私は持つんですよね。ここまずその通りで読ませていただいて、やっぱりね、仏教ですから、浄土真宗もね。やはり、この気持ちでやっぱりね、私は、仏法というものは求めていくべきだと思います。まあそれをね、おっしゃっているようにも私はここ味わいますよね。で、この十九願が成就したならばどうなるかといったらね、ここはちょっと不思議ですけどね、この願成就の門、十九願成就門についてはっきりおっしゃってます。それは、すなわち参拝、上中下の参拝往生とありますね。参拝往生について説いてあるのが十九願成就門、結構長いです。今から後で見ます。あとね、上三窪の門、これ勘行ほとんどですよ。上善十三観、三善三観、三善を
9通りに分けた。会議は最初ね、三前三間、三前でね、制服、火薬、行幸といて、まずね、この三服を解くんです。で三服王女が解かれます。でその後、上で十三間が解かれます。で、もう一回今度はね、三前の御心をね、九通りに言い方を変えて、ね、三前をね、九通りに配当して、で、最後は念仏が出てきますけどね、もうほとんどこれ、十九願成就門だと親鸞というのがおっしゃるんです。だまさに禅のすべですよね。できるかできないか分かりませんが、やっていくのが仏教なんですよね。これが、ね、できたならば願成就門だからね、この十九願成就門はすなわち参拝上三九品なり、こうだったら妙意もね反論できませんので、いやその通りやということになるんですよね。じゃあこの、ね、参拝ちょっと見てみましょう、ね、参拝王子をね、簡単に見ていきます。そんな難しくないですから、大居のね、参拝王女をちょっとね、見てみたいと思います。下巻の最初なんですよね。下巻の最初、まず最初に言いましたように、この下巻の最初はですね、成就門が4つ続きます、ね、下巻の最初、この大居下巻の最初はまず11巻成就門がまず最初ありますね。仏阿難に告げられました。そしてね、まず修行がいました。ね。かの国に生まれるものは、生まれんとするものはみんなね、浄土に往生するものはみんな、正成就に従するんだと。浄土に往生するもの、往生しようとするものにはね、邪成就、不成就はないと。つまり、従空、これ出てくるね、邪成就、不成就はいないと。正成就の人が浄土に往生する人。これが十一願成就門ね。で、正成就になった人が次のね、諸仏如来と言ってもいいんですよね。諸仏如来とは正成就の人です。正成就の人がね、皆口を揃えて、無量寿仏の異人苦毒不可思議なるを三段する。三段とは説法も含まれてますから。ね。説法のことを三段とも言いますからね。諸仏如来が説法をなされた。で、この説法によってね、諸修行。この群上会、神会、十方修行の中で仏縁のある人がですね、小修行、文語、名語、新人歓喜、ないし一年ということで救われる人がここで初めて現れてくるんだと。で、この後にね、次あるのがなんとね、十九願成就門なんですよね。これが次、参拝往生の門ですよね。これが次です。次、参拝往生の中でいきますね。仏阿難に告げられました。十方世界の諸天人民、大宇宙の諸天、これ天上界、人民、人間界です。やはり、人間界、天上界の人しかね、浄土に往生できません。ね。ある程度前後がないとね。だこの諸天人民は、死心、誠の心で、死心、心をいたして、かの国に生まれようと願うものがあると。そういう人にね、およそ参拝、上中下の三通りの人がいると。浄土に往生する者に三通りいる。官業では九通り。大業では三通り。これ法然上にね、二つは同じ意味ですと。法然様はっきりね、先着中におっしゃっています、ね。同じ意味ですから。まず上輩ね、一番立派な人はどんな人かと言ったらね、まず上輩というのはね、家を捨て、欲を捨てて、まあ、出家のできる人ですかね。実際、家を捨て、欲を捨てて、社門、仏道修行者となって、で菩提心を起こした。ね、これね。そして、一向に心をもっぱら、一向にもっぱら、無量寿仏を念じ、ね、仏法に心一つに定まっている。無量寿仏に心が一つになっているね。そういう人、無量寿仏を念じ、そして、もろもろの苦毒を収めて、ね、もろの苦毒を収めて、そして、他の国に生まれようと願うと。そういう人には、これらの修行には、命終わらんと、終わらんときに望んで、命終わるときに望んで、阿弥陀仏は無量寿仏と諸々の大衆、いわゆる、菩薩方と、その人の前に現れましょう。そして、現れて、すなわち他の仏に従って、その国に往生させますよ。すなわち往生すると七宝家の中、阿
七つの宝の花の中にね、次年にね、次年に本願によって化粧、化けて生まれる。次年に化粧をして、二重天に住することができます。で、知恵がある。知恵勇妙にして。知恵は、勇ましく、たけだけしく。知恵勇猛にして。神通自在だから、神通力も体力できて、神通も自在にね、使うことができる。だから、この上に、阿難よ。それ修行がおいいて修行があったならば今世において生きている今阿弥陀仏を見ることを見たいと思うならば今世生きている今ですね無量寿仏を見立てまつらんと思うならばね無常菩提心を起こしてもらいたい、ね、これ信心でしょうね無常菩提心の心を起こしてで苦毒を修行して他の国に生まれんと願いなさいとだからこれやっぱり救われた人のことに読めますよねこの文章を文字通り読んだらね救われた人のことにも読める、まあ、両方とも読めるかもしれませんけど、まあ、両方読めるようになってるんですけどね次忠拝いきます仏阿難に語りたまく阿難に語られましたそれ忠拝というは忠ぐらいの人というのはですね十方世界の諸天人民人間界天上界の方々が、心をいたして家族に生まれんと願ずることあらん。誠の心で浄土に生まれようと、家族に生まれようと願うものがある。行事で社門となり、いや、出家、一人の社門となって、出家して、一人の社門となって、大きに功徳を収めることはできない。出家まではできないと、中愛の人はね。浄土で言ったらできたんです。中愛は社門となって、大きな功徳をね、収めることはできないけれども、でも、無常菩提心が起きた。信心が起きたから。無常菩提の心を起こして、そして一向千年無量寿仏。一向にもっぱら無量寿仏を念じて、少ないながらでも、多少に、多い少ない、多少に善を収めて、再会を無事し、定期的にね、誤解をね、一週間に、まあ、何回であるんですよね。再会と言ったら、お坊さんの真似をする日をね、1ヶ月にね、6日ぐらい設けるんです。ね、8回とか10回というのもあってね、そういうのをね、お坊さんの真似でも少しでもさせてもらうと。まあ、1日ね、音楽聴かないとかね、そういう遊ばないとかというのがありましてね、そういう、お坊さんの少しでもね、真似をさせていただいて、再会を無事して、で、塔像をね、塔とか像もね、お伏せして建てたり、あるいは、お坊さん、社門にね、伏せ、盆食、ね、食べ物をね伏せしたりあるいは像をかけ塔を灯し、ねそういう灯火を灯したり、ね、像をかけたりあるいは花を散らしたりお香を焚いたりしてそういうね仏法のために善をね、励むことによってそれをね移行してこうやった善をね差し向けて、ね、差し向けてその差し向けた善によって他の国に生まれようと願うんだと。そうするとね、だからエコーしてますよね。そうしたならば、そのね、エコーしてこの国生まれると願うならば、その人は終わりに臨んで、終わり臨時を迎えたらね、無量寿仏がその人の前に、目の前にその人の身を化けて現れる。化現して現れますよと。そうするとね、光明総合。この仏様のね、光明のお姿、総合がね、もうつぶさによく見るとね、誠の仏のように見えると。臨終迎えに来た時の阿弥陀様はね、神仏のごとく、誠の仏のように、ね、見えると。で、もろもろのね、その仏様はね、大衆、たくさんの菩薩、もろもろ大衆とね、一緒にその人の前に現れます。そして、化仏。阿弥陀仏のお弟子たちね、諸仏方、あるいは菩薩方がね、化仏に従ってね、あなたもね、その化仏に従って、その国に往生して、二重天に住することができますよ。で、その功徳はね、この、除外ほどじゃないけども、功徳は同じやと。ね、ついで、上輩の者のごとくなら、こう、上輩まではいかなくてもね、無常菩提心、信心が起きてますから、功徳はね、除外のものと同じようであると。ごとくならんとおっしゃる。さらに下拝いきます。もっと落ちますけど。次、下拝に、ね。それ、下拝というは、
一番お粗末だけどもね、十方世界の書店に一応人間界天上界であります。そして心をいたしてかの国生まれんと発せんことあらん、まことの心で頑張ってね、浄土に生まれたいと 願っておりました。で、たとえで、ね、下男の人はね、もう善ができないんですわ。たとえね、もろもろの功徳を作ることはできない。いやー、私職徳できませんね、頑張ったんだけどもね、心から善ができません、職徳が収められない、ね、作ることはあたわざれども、功徳を作ることができないけれども、しかしまさに無常菩提の心が起きた、やはり信心欠如ですかね、無常菩提心が起きたから、そして一向に心をもっぱらにすることができた、心を一つに向けることができた。そして内視十年ね、内視十年無量寿仏を念ずることができた。そしてソロ国生まれんと願ずべし、これ十八課の内容でありますわ。でもし人法を聞きて歓喜信行せ、これ人法だってね、これ人法はね、あの法華経と大経しかないと言われますね。一切経を調べてもね、私もまだ知りません、あるかわかりませんが、現在ではね、大無量寿経と法華経しかないというふうに言われます。だから人法といったらもう法華経か大経ぐらいなんですよね。これまでの人法は大無量寿経です。深い教え、深い方が大無量寿経。もし人法あなたが聞いたならばね、歓喜信行、信心歓喜して信行することができますと。そして疑惑を生ぜず、疑惑が晴れた、疑惑が生まれない、内視一年、ね、本願成就もできます、ね、だから出会いはね、弥陀の本願門、十八願門と十八願成就門が一緒になっている感じで、ここでは書かれています。内視一年できると、内視一年で無量寿仏を、ね、内視一年かの仏を念じて、仏を念じて、至上心ですね、最高に正直な頃、至上心を持って、誠の頃、真実心で、その国に生まれようと願う心が起きたんだと。ただ当然この人は命が終わったら、終わりに臨んで夢のごとく、夢のようにですね、かの仏を見立て祭りて、もう臨終迎えたら仏を見ることができて、また往生が得られる。まあ、今往生ありますけど、死んだ後も往生ですか ね、まあ、ここは往生微妙ですけど、両方あるのかもしれませんけどね、また往生が得られます。でこの功徳と知恵、知恵だから救われてますよ、ね、知恵によって悟り開きますから、功徳知恵は上中下みんなあるんです。だつまり三波王者はみんな救われてるということですけどね、救われてる人のことをこの願成就門で、言われてるんです。功徳知恵はついで、無料ついで中杯のもののごとくである。だから善ができなくてもね、みんな功徳知恵はみんな同じようだと、みんな往生できると。だから参拝往生でみんなね、平等に往生できることをなんかおっしゃってる感じがいたします。それをここでおっしゃってるからね、うん、だから十九願はね、両方やっぱりね、あるのかもね、あの知りません。願成就の門はすなわち参拝上三九品の門これなりと。でこの後またさらにね、またずっと文章が続いて、あの菩薩諸大経とかね、内容はこの後さらにね、進んでいきます。またいつかこの機会があったらね、お話したいなと思います。もう最後ね、まあ、ちょっと私の、まあ、見解とか両義ですけどね、あの前から気になってたところがね、この蛇成就不成就小成就ね、これなかなかうまくね、あの説明しにくいんです。で私の個人的な見解かもしれませんが、結構初期仏教私今勉強してましてね、あの分かったことをちょっと言いますとね、あの悟りにはやっぱりね、あの邪念から少年、邪情から少情に向けていくのが仏教なんです。で普通我々はね、邪念もしくは邪情なんです、つまり煩悩を満たそうとするんです。で武器の瞑想、瞑想というのはね、あの私たちね、できれば日常生活ね、あの普段ではね、できたら少年がいいんです。少年、少年ができた人にね、
症状ができて悟りなんです。こういう流れが八正道なんです、ね、普段私たちはどうかといったらね、これとは違って邪念もしくは邪情なんです。これが一般凡夫なんですね。邪念もしくは邪情なんです。これから離れていかればならないんですよね、邪情ね。どういうことだと言いますとね、この念のね対象をね、初期仏教ではね40通り以上説いてます。仏教ではっきり言いますね、妄想を止めるんです。今に心を集中させるんです。これ実はどの場合でも大事。よく言われるのはマインドフルネスがそうなんですけどね、いつもね今に心を集中させるんです、ね、具体的にはね、少年といった場合ね、一番有名なのがね慈悲の瞑想なんです。この念の対象がね慈悲喜舎なんです。あるいは仏法僧、仏法僧が一番有名かな、仏法僧に対する念ずる、念仏念法念僧ね、これが阿弥陀経に説いてある浄土に往生した人はいつもね念仏念法念僧なんです。もしくは慈悲喜舎をずっと念じる、もしくは死を念じる、死随念と言いましてね、死を念じる、あるいは呼吸を息を数える、あるいは行住座がね今に集中する、歩く瞑想、歩く瞑想、立つ瞑想、座る瞑想、寝る瞑想があってね、今に心をずっと集中するとね妄想が止まるんです。今に集中できたらこの訓練するんです。何やっても普段日常生活で何やったってもいつもね今に集中すると妄想が止まるんです。この訓練していくのがね仏教で瞑想なんです。妄想が止まって解脱なんですわ。ただ少年少女、これがまさに悟り開くために必要なものが少年少女なんです。で、親鸞聖人はこの少年に関してはね念仏とおっしゃってるんですね。いっぱいあっても皆さんできないから、凡夫はね念仏なんです。だから念仏三昧でも OK なんですね。もうずっと念仏を唱える、本当にね心をね正しい方向にずっと向けることによって、この結果ね悟りがあるかもわからない。少年ができた時、少女、この今の気づきからね、これ集中力高まった状態が少女なんで、念仏三昧もそうですけどね、正しい情に入る、この2つの、これが悟りにとても大事な行いなんです。少年できたら少女になれるんですね。で、普段私たちは念はね、もうろくなこと考えてませんから、いつも妄想ばっかりしてるんです。だからね今に集中する訓練、聴聞が一番いいと思いますよ。聴聞を真剣にするね、しっかりお経を読むとか、あるいは普段の生活でも ね、今に集中させる、仕事でもねしっかりやるとかね、日頃からそういう訓練も大事だと思います。何を日頃思ってるか、念の対象はいろんなありますよ。でも邪念にならないように、邪情にならないようにしていくのが仏教なんです。でも人間最初はね、いくら全員頑張ってもね、目的がやっぱりね人から認められるとかね、やっぱ不純な思いがいっぱいある。ほとんどの人はね浄土なんか求められません。神仏神道といてもね、もうそんな気で皆さん嫌がるかもしれん。世のため人のために頑張るんですから、私たちは浄土往生してやっぱりね温泉使って楽はしたい、毛満開がやっぱり我々にとってはね幸せなんですわ。だからはっきり信頼性に多分ね十九案って素晴らしい内容なのにね、邪情樹の木とおっしゃったんです、ね、だからここからね、浮上症状ね、これを正しい方向に心を向けさせるにはね、落ちこぼれの人間にはね念仏しかないと思われて、多分禅道や法然上人はね念仏を禅的に出したんだと思います。これも少年になりますからね。で、少年できれば症状となって悟り開けますから、まあ、そういうこともね、ここには私あると思っています。ね。邪情樹から、すぐには症状に無理やからね、二つ揺れ動いてる状態。ね。邪情と症状ね、揺れ動いて、ね。で、症状樹となるところまで進んでいく。これが仏教。これ他のお経を読んでもね、この邪情、不情、症状って言葉ありますから。ね。これを信頼上人が本願で三つに配当しただけでね、御心は元の意味と私はあまり変わってないと思います。
だからここから学ぶことはね、常にね、心をね、正しい方向に、やっぱり姿でやっぱりね、聴聞に真剣になってますよね。いつも仏法に心向いてる。いつも念仏をね、実践してる。そういったら救われてますよね。で、やっぱり、少年は何でもいいんです、これ。自主の瞑想でもいいです。呼吸法でもいいです。死レベル、死をね、あるいは不浄化、汚い体をね、見ることも OK です。ね。死体を見ることも少年です。まあ、いろんな少年がありますけどもね、皆さんに合った少年でやっていかれたら、悟りが開けると。ということで仏教ではね、八正道の実践も説いてますから、それとここはね、私は無関係じゃないと思います。邪浄樹から不浄樹、正浄樹へとね、進んでいけるように、すべての人を三期にね、分類して、我々をね、十八願まで転入させようとしているのが、阿弥陀如来の本願であるということで、この後ずっとね、続いていきます。読んでたらね、結構そういうね、深い御心が私はここに読ませていただいてね、感じ取ったんで、そこをね、今日は、まあ、私の良言かもしれませんが、お話をさせていただきました。はい、じゃあ今日はこれで終わりたい。